材料を使う確率で作るのが、まあ、なかなか困難かなと思いますので、まあ、家庭で作るのがとなるとお店で頼むのが一番いいかもしれないですけど、ただこの飲みやすい感じですね。すごい飲みやすいのと、まあ、フルーツ使うので、フルーツ使うカクテルなのですごいこうフルーティーで非常に飲みやすいです。ロング、まあ、ロングカクテルになりますね。で、まあ、今回はこういうグラスを使うんですけど、ミクシーフィールドカクテルのグラスを使います。で、まあ、ベースがウォッカになります。ウォッカとペッシュ、まあ、ペッシュといってもですね、ピーチリキュールですね。ピーチリキュールを使うんですが、こちらのアルコールウジェのピーチリキュールというのはジネーブとかすごい有名ですよね。ピーチを使ったカクテルで、ピーチリキュール使ったカクテルでファジネーブとか有名なんですけど、まあ今回はおかくベースのお酒はおかプラスこのピーチリキュールを使います。であれですね、シェイクしてグラスに注ぐとかいう感じなんですね。ベースのウォッカを出します。で、今回も炭の方使いますね。炭の方を使います。で、こちらはシェーカーに入れてシェイクして作るんですが、お店によってはそのシェイクしないで、まあビルドですとかビルドっていうのもあるんですけど、まあそこら辺はそのなんですかね、バーテンダーさんとかお店の方針とかの違いなので、まあ、一概にどれが正しいとは言いませんけど、私はそのシェイクして作ります。シェイクを出します。で、まずで、次ピーチリキュールですね。ピーチリキュールの20。その次に材料というんですが、ジュースを使います。パイナップルジュースですね。あ、失礼しました、グレープフルーツジュースですね。こちら50ミリですね。
で、こちらをシェイクします。もちろん男性でも、ある意味、なんですかね、かっこいいというか、ガルフストリームという、ちょっとネーミングが、またちょっと、なんていうんですかね。